はい、こんばんは。本日はプラネットコースター進めてまいります。こちらのバーもちょっと賑やかにしてみました。まあ一人若干暴れ気味な方も混じっておりますが、それでは前回の続きから作っていきたいと思います。コメント欄でいただきました。カラス配置してみました。かなりカラスが合ってますね。それ以外にも結構いろいろなリクエストやアドバイスいただいているのですが、はい、全体を一通り作ってからいろいろないただいているリクエストなどを取り入れさせていただこうと思っていますので、もし何かございましたらコメント欄書いてください。やっぱりいろいろな意見があるとそれだけ私だけでは想像できないようないいものが作れると思いますので、よろしくお願いします。前回こちらの戦場を作ったんですけど、このイギリス兵の後ろ側がかなり殺風景になってしまっているので、ここに城壁のようなものを作ろうかと思います。まあ、これもコメントでいただいたものなんですが、ただあんまり広さがないんですよ。本当にこのお城を作るような広さが確保できなくて、もうこの点線が、敷地の線になっていますので、あまりスペースがないのでちょっとハリボテっぽい感じになってしまうかもしれないんですが、ライド目線で見た時にちゃんと何かがあるような見た目になるように作っていきたいと思います。プラネットコースター内にお城を作るあの建築パーツがこんな感じでいっぱいあるので、あんまりこう苦労せず、もうこれ置いていくだけでどんどんお城できていくんじゃないかと思います。やっぱり何かしらあるとこっからの見た目とかもいい感じになりそうですね。なかなかこの狭いところに作るのちょっと大変ですね。どうしよう、お城の真ん中をここら辺にしようかな。
はい、こんな感じでお城作りました。結構大きくなりましたね。窮屈なところで作ったので、割と張りぼてではあるんですが、私なりに来園者の目線からは張りぼてだと見えないように設計してみました。海賊ライド目線だとここら辺から見ることになるんですけど、こんな感じで下から見上げると張りぼてだとバレる部分は隠してあります、この角度からで。あとエントランスのここら辺からチラ見えするんですけど、張りぼてと分かる部分は地形で見えなくしてます。それからこのデッキあたりからも見えるんですが、ここもここに崖があるので、上の部分だけしか見えてないですね。この円柱部分は張りぼてではないので見えてもいいのかなという。こういうところからもお城見えてるんですが、この崖でうまく張りぼてだとは見えないようになっております。いや、ここら辺の 爆発がかなりタイミングがおかしいんですけど、ちょっとまだトリガーの設定をしていないので、ここら辺のタイミングはライドが完成するときにはうまく調整される予定です。で、こんな感じでちょくちょく見張りがいたりしますね。で、ここら辺見えないんですけど、一応この2階部分、2階、3階、4階ぐらいかもしれないんですけど、ここら辺もなんとなく作ってあります。で、まだ完全にではないんですが、ライトも中に入れてまして、簡易的ではあるのですが、こんな感じで実は中もあるという。下からこんな感じで、実はライド目線で見るとちゃんとこの廊下があって、中に電気がついてるのが見えます。こんな感じですね。で、こういう、多分ドアあるだろうなみたいなところにドアなんかも設置したり、お城の中からだとこんな感じの景色も見れたりしますね。ここから見ることは絶対にないですが、こんな感じで見えそうなところはなんとなく本物っぽく作っております。本物のお城をよく分かってないんですが、想像でこんな感じになってんのかなみたいな。で、お城から見ると、お城から見ることないんでこれを説明してなんだって話なんですけど、下で戦っております。あそこからじゃなくてこっから撃った方がいいんじゃないかっていう 気もしますが、想像で作ったお城ですので、お城に詳しい方で、お城ってそんなんじゃねえよって思う方いるかもしれませんが、温かい目で見ていただければと思います。そして次回なんですけど、いよいよライドの終盤に差し掛かるこの洞窟の中、今はちょうど入っていくところですけど、ここら辺手をつけていけたらなぁと思っております。何が待ち受けてるのか。というわけで今回はここまでになります。また次回以降もどんどん作っていきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。